いや、勧誘されて断りきれなかったサークルの深海に来ちゃったけど、友達もいないし不安だな。イエーイ、3年の北口です。1年生のみんな、今日は盛大に騒いで飲んでうちのテニスサークルに入っちゃいましょう。イエーイ。うわー、苦手なタイプ来ちゃったよ。じゃあみんなグラス持って乾杯。乾杯をした。その後は、うわ、これだ、こういうのきついな。そのまま一気が当たり前。はい、広がる大地、憂いた小川、あなたと見る空、新世界。イエーイ。なんだろう、なんか違和感あるな。え、君めちゃくちゃいい飲みっぷりじゃない。はい、これ持って。ごちそうさまが聞こえない。はい、くすんだピエロ、寂しいことに線香花火の冷たさよ。イエーイ。コールの詩がすごくいい。ポエムみたいな趣がある。え、どう、一年飲んでる。名前のつ、あの、文学一年の早田です。あ、よろしく。あの、先輩、先輩が今やったコールってサークルに代々伝わるやつですか。うん、俺が今考えた。この人の才能だ。この人、見た目と裏腹に中身タワラマッチだ。いや、お前全然飲んでないじゃん。はい、広島。あ、いや、あの僕は前は持ってんの。はい、前は持ってんの。飲み足りないから持ってんの。はい、2つのグラスを通して見るのは新しい景色。真っ白なキャンバス、筆なんていらない。君は君でいて。コールの概念なくなりました。すごい、今のが先輩が、うん、今考えた。アドリブ力もある。つーか、聞いてよ、俺この間さ、バイト先遅刻したわけ。ほんで、すいませんでしたって開けたら誰もいないのよ。そしたらその日店、定休日でした。トーク力はない。ただ白才能はすごい。君おっぱいめちゃくちゃ大きくね。うわ、下ネタ読んだ。そんなに大きかったらさ、放物線のピークは古い池に浮かぶ朽ちた夜桜色なんじゃね。全然エロく聞こえない。多分下ネタ言ってるはずなのに。あの先輩、あの先輩って失礼ですけど、ポエムとか短歌とかって習ってらっしゃいました。ポエムって何。ご年知らないんすか。なんだろう、ポエムって。マジかよ。知らない、知らない。ララポエムだ。ポエムを知らねえというポエムだ。あの先輩、僕実はポエム書いてて、なんかアドバイスもらえないですか。俺こういうのちょっとわかんないんだけどさ、なんつうか型にはまりすぎなんじゃない。ほら、こことか文章もうちょっと減らせばさ、広がり出んじゃん。あとこことかすげえいい。ポエさんでしたわ。ここはテニサーじゃなくてポエさんでしたわ。ごめん、俺全然知らないのになんか偉そうに言っちゃって。ちょっとアザラシの窮屈さが溶かしたバターのアーチすぎたよな。はい。